アビオインペックス航空110便墜落事故は、1993年11月20日に、アビオインペックス航空が運航する、ヤコブレフ約マイナス42型機が墜落した事故で、ある。事故機は、ジュネーブ発、マケドニア共和国のスコピエ行きの旅客便であった。 スコピエ空港が悪天候のため代替空港のオフリド空港へ着陸しようとしていたところ、空港近くの山岳地帯に墜落し、最終的に乗客乗員全員の116人全員が死亡した。アビオインペックス航空の110便は、スイスのジュネーブ発、マケドニア共和国のスコピエ行きのチャーター旅客便であった。機材は、 旧ソ連製のヤコブレフ約マイナス42型機でエンジンを3発備えたジェット旅客機であった。事故便には乗員8人、乗客108人が同乗していた。乗客の8割はユーゴスラビア連邦共和国市民であり、そのうちの大半がアルバニア人で、残りはマケドニア人とされる。4人の運航乗務員はロシア人で、客室乗務員4人はマケドニア人だった。 乗客には、スコピエへ、不妊予定だった、国際連合難民高等弁務官事務所の職員も、いた。スコピエ空港が、吹雪のためダイバート先として、スコピエから南西へ、約110キロメートルのオフリド空港へ向かっていた。事故が起きたのは、現地時刻で1993年11月20日の深夜だった。オフリド空港周辺は、 曇りで運転高度は3000フィート、指定は約8キロメートルあった。アックス110便は滑走路02への VOR と DME を用いた景気侵入の許可を得て侵入していたものの、適正な高度より2300フィート高くなり、パイロットは着陸また行を行うこととした。着陸また行中に、パイロットは VOR の信号を受信できていないと管制官に、 無線連絡した。さらに、パイロットは滑走路の灯火も見えなくなったとも、通報した。この時、管制官は、アックス1 1 0便を安全な深度に誘導できず、最終的に、当該機を見失ってしまった。間もなくして事故機の対地接近警報装置の警報が、鳴り、その7秒後に山に衝突した。衝突地点は、オフリド空港から約 2km 東にあるトロイヤーに、 山の標高1500メートル付近で衝突後150から200メートルほど滑り落ちて炎上した。マケドニアに駐留していた国際連合保護軍も参加した救助活動は険しい地形と雪のため難航した。唯一救助された乗客1名が病院に搬送されたが渋滞であり12月2日に死亡した。搭乗者116人全員が死亡した。 マケドニアの事故調査当局は、パイロットが空港周辺の飛行経路から逸脱し、山岳地帯へ進路を取ったことが、事故原因であると結論付けた。その要因として、事故当時スコピエ空港の VOR が機能しておらず、パイロットが時期の正しい位置を把握できないまま景気侵入を開始したことが挙げられている。その他に、ロシアの検事は、更新時に、 パイロットがロシア語と英語を使用していたのに対し、航空交通管制官がマケドニア語を使用していたため意思疎通ができていなかった点を主張した。マケドニアでは、X110 便の事故を含めて16ヶ月に3件の航空事故が発生していた。マケドニアでは航空便が急増していたが、民間航空を専門に管轄する当局は存在していなかった。 航空機の運航許可などは、都市計画、土木、通信、環境を担当する機関の大臣が扱っていた。この担当大臣は、本事故を受けて辞職している。事故後マケドニアのパイロット協会は、オフリド空港やスコピー空港の設備が、老朽化して、適切に機能していないことや、政府の安全標準が不十分であることなどを、非難した。2018年2月現在、 この事故はマケドニアで最大の死者数を伴う航空事故である。ありがとうございます。